2010年に浜名湖で野外訓練のボートが転覆し、中学1年生の女子生徒が死亡した事故から今日で10年です。三ヶ日青年の家では事故を風化させないための追悼の式典が開かれました。黙祷。今日の式典には教育関係者や三ヶ日青年の家の署員などが参加し、献花台に花を供えました。この事故は2010年6月、野外訓練のボートが悪天候のため転覆し、愛知県の中学1年生西野かなさんが死亡しました。その後の裁判で三ヶ日青年の家の元所長は、注意義務を怠り曳航を続けた結果ボートを転覆させたとして、禁錮1年6ヶ月執行猶予3年の有罪判決が言い渡されましたが、学校側の過失は認められませんでした。三ヶ日青年の家では訓練や研修を繰り返して安全対策を考えてきました。海洋活動を再開したのは事故から6年後でした。事故が起きた6月18日は安全確認の日に定められ、今日は県内の青少年教育施設の所長などが意見を交換しました。我々はこれからまたスタートで、もっとその安全とか安心につながる研修だとか活動のスキルアップを心がけていきたいと思います。遺族の心の傷は10年経った今でも言えることはありません。誕生日であったりクリスマスであったりって言った時に、このどうしてカナがいないんだろうという思うのは、10年経っても多分20年経っても同じと思ってて、いろんなところで似たような事故が起きてるんですけども、その事故ごとに片付けられちゃって、死ななくてもいい子どもの命が死んでいる。もう大人たちがもうちょっと正しい知識とか技術とかを、習得して子どもたちを守ってほしいな。三ヶ日青年の家や県教育委員会は、今後も安全対策についてできる限りの活動を続けていくということです。